皆さん、こんばんは、ひかりです。最初は、自己紹介的な動画を作ってみようかなと思ったけど、なんか今そういうのめんどくさくて、また後で作ります。フィンランド出身で、今大阪に住んでるんよ。で、今日は結構寒くなって、明日もマイナス2度ぐらいになるらしい。夜かな。深夜だから あんまり見てへんよ。フィンランドは普段マイナス20度、マイナス30度もあるんで、大阪の冬ってあんま寒く感じない。まあ確かに今マフラー巻いてるけど、中が寒いね、日本は。おばあちゃんが去年、もう1年前くらい、日本来て、で、外の天気がいいねんけど、中が寒いから別にフィンランドに帰ってもいいよって言うて、でもお母ちゃんとかお姉ちゃんが、もう帰りたくない、帰りたくないよ。この天気でええわ、もうフィンランド寒いし、暗いし、大阪はちょっと寒くても、フィンランドよりずっとマシやねん。ほんまに、もう、夏ちゃうけど、なんかすごい、いいなって私は思う。あんまりこの、あ、ちゃうわ。このコートはね、一回しか着てへんよ、今年。去年より、今年も、冬の方が寒いってみんな言うてんねんけど、どうやろう。で、日本人は、挨拶じゃなくて、てか夏は、暑いですねって言うんやろ。ほんで、冬は、寒いですね。私は、1、2年、2年前まで、寒いよなとか言うててんけど、今はもうなんか、いや、寒くないわ。そんなに寒くないよって思うから、余裕ですわ っていう。失礼やねんけど。ほんまに失礼やねんけど、じゃあ余裕ですとか言うの。みんなコート着てて、私はパーカー2枚とか着て、薄着やろって、そんな薄着で、ひかりちゃんそんな薄着で大丈夫なって。大丈夫ですわ、余裕ですわ。で、たまに、なんかみんな別に寒いんですねとかじゃなくて、別にみんなが、ああ、寒い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 、もう無意識のように。んで、私も夏はやっぱり暑い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 ずっと言うてんだけど、冬の時はね、ひどい人間やからね、寒い寒い寒いってみんな言うたら、フィンランドよりマシやねんとか言うて、フィンランド人うるさいわ、ここフィンランドちゃうで、日本やで。前はまだやっぱ来たばかりの感じで、まだ日本語も下手で、まだみんなとそんなに親しくなかったっていうか、やっぱそのバリアがあるよ。壁、バリア、なんでバリアよね。壁があるよね。その日本語もそんなにできないし、みんな英語もできないから、じゃあどうしようみたいな感じやったけど、もうどんどん日本語が良くなって、もう結構難しい話題でも話せるところまで来て、だから自分もその、なんていうか、配慮っていうか、もう、気を配るんじゃなくて、何やったっけ？気を使わないよ、あんまり。こういうところね。普段は気使うけど、もう友達やったら、寒いですね。って言われて、余裕ですわ、言うの。なんやろう。雪も降らんよ、大阪は。たまには降る。たまにほんま。たまに、ちょっとだけ、ちょっと。たまにはね、こう、ポツポツちゃうな。雪やったらポツポツちゃうな。とりあえず、ほんの少しだけ降って、
ですぐ溶けて、冬じゃないな、私にとっても私の冬じゃないな、長い11月に感じるよ私からな、冬ちゃうね、冬みたいなもんっていつも言うねんけど、まあ寒くなってもそろそろ何だっけ、春ごめんね、なんかそこに言いたいことはなかったよな寒くないですね。